現在、アニメ放映中で、オープニングテーマが、YouTube で、300万再生超えと大ヒット中のバリピ孔明、コラボカード諸葛亮孔明が使える。アーケードゲーム、三国志大戦を紹介していくよ。いかなる夢であろうと、この孔明、視力を尽くして、このカードは、アニメ放送に合わせて、4月5日の調整時に情報修正を受け取るよ。計略は使用時に紹介するから、少し待ったってな。このカードはゲームをプレイして貯まるポイントで入手できるんやけど、必要な数も安いから、バリピ孔明が気になった人や英傑から来た人、英傑の台待ちにちょろっとやりたい人にもおすすめやよ。ここから先は既存プレイヤーに向けた仕様解説や強みの紹介もしていくで。この試合では迅速好調効果も速度低下効果も活躍するから見てってほしいな。本命はこっからだろ。下がれ。兵法36系の一つ、無中醤油リスパリタイ。この計略は指揮5で、範囲内の女性1人の武力プラス7が10進、早めの迅速好調効果と接触時に 1.5 カウント相手の速度を半減させるよ。接触時に速度を下げる効果の強さは竜軍縮遊の証明済み。この計略は前回の調整で縮遊の前世ピーチ王の効果になって、使い勝手が大幅に上がったよ。
下がれ。砲弾の解放を削ろう。降りるわけないでしょ。責任を貫いて味方を救うぞ。今回はバリピ孔明活躍試合をあと3試合用意してあるぜ。見てってくれると嬉しいわ。お付けいたします。
兵法三
36系の一つ、夢中醤油。It's party time。 真面目にやっていただけます？我が反旗、我が義憤よ。増援砲局で少し耐えるか。確定でナイライトをすると判断して奥義を使ったよ。この試合は迅速好調効果の高さを強く実感したから動画にしたよ。コンセプトはカード紹介やから、たまにはこういうのもありかなと思ったで。
て熱い。この計略の名この水変な味逃さねえ。木だけじゃダメね。獅子に抗う者よ、金馬町の武勇を知れ。打ち投資すればいい。逃さね。獅子の方向を見せ。兵法三十六景の一つ、夢中醤油。ファイタイ。降りるわけないでしょ。真面目にやっていただけます。そそはいたしました。逃さね。火の神宿雄が喝を入れてやる。ゾウさん、一緒に海に楽しむぞ。どうせー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 投資すればいい。消えるわけには。木だけじゃダメね。真面目にやっていただけます？先輩！降りるわけないでしょ。心を込めてご奉仕いたします。我に悪人百鬼を打たせたまえ。どうせーどうせー損失しろ。どうせーゾウさん、一緒に海に楽しむぞ。Thank you.
止しろ。どうして？星の光か。ご視聴ありがとうございました。せっかく今熱い作品とコラボしとるのに、セガは相変わらず宣伝せんから、うちが紹介したよ。